ナタール。ナタウ、ナタール、ブラジル、ポルトガル語の発音、NA 等は、ブラジル北東部リオングランデドノルテ州の州と、日本では、ナタールという表記が普及しているが、これは、ポルトガル本国などで用いられる、イベリアポルトガル語の発音に基づくものであり、ブラジルポルトガル語の発音では、ナタウとなる。ナタール、とは、ポルトガル語でクリスマスを意味する。 市が12月25日に成立したことに由来する。海岸沿いの8キロメートルにも及ぶ海岸道路が設置されて1980年代に州を挙げての観光客誘致が始まった。主要、ホテル、レストランが州とナタールに集中している。観光客のインフラストラクチャー改善と自然遺産の維持が市の植林よりも進んだ。 州政府はこれらの活動の一部をかつてない優先事項としている。見どころの一つは州立砂丘公園の創設である。これは市周囲を砂上に囲む砂丘を保存するのに役立てるためだった。そしてナタールはヒオグランデドノルチ州の美しい砂浜へ入る入り口となった。砂浜の多くは自然保護区域になっており自然そのままである。 ブラジル政府調査機関によると、ナタールは、ブラジル有数の治安の良い州都でもある。オーグストセベロ国際空港は、ナタールと、ブラジル他都市を結ぶ、国内線、また数本の国際線を持つ。2014年4月には新しくナタール基に、新国際空港がオープンされる。南アメリカで一番大きな空港にもなる。ヒオグランデドノルテ連邦大学ユフンがある。 ナタールはに位置し、南米で最も東にある。大西洋に面し、ポテンジ川の河口に位置する。ナタールは熱帯気候で年間通じて高温多湿である。しかし、極端な高温にならないことと、海から貿易風が吹くことで和らげられている。1月は最も暑く、最高摂氏32度最低摂氏22度である。7月は涼しく、 最高摂氏27度最低摂氏17度である。降雨量はおよそ年間1550ミ、mm、リメートルだが、9月から1月までは寒気で大西洋岸の南部都市よりさらに特色がある。それにもかかわらず、天候は熱帯雨林の成長を妨げない程度に乾燥するので、ポルトガル植民地であった頃砂糖キビ栽培が推進された。南米最北東端である、 三ッキ岬はナタールの北三十二キロメートルにある。1501年、ヨーロッパの探検家たちが初めて到着し、1501年から1502年に、かけアメリゴベスプッチ率いるポルトガル探検が上陸した。数十年後、この地にヨーロッパ人の定住地はなく、ポチガル族が住んでいた。百九十七年、ジャック・リフォール率いるフランス人海賊が、 地元住民との定期的な商業活動を確立した。ポルトガルの九代目ブラジル総督、フランシスコ・デ・スーザは海賊らの駆逐を命じた。ペルナンブコの召喚マヌエル・デ・マスカレニャスに率いられた遠征は成功に終わった。マスカレニャスの副官アルブケルケ・マラニャンは、1598年1月6日、東方の三博士にちなんだ砦の建設を始めた、1月6日が、 高原祭だったため、1599年12月25日のクリスマスの日、ナタールは砦の外の村として作られた。砦、市、そして周辺地域は1633年から1654年までオランダ軍に占領された。植民地時代、ナタールの砂出土壌は砂糖キビ栽培地への発展を妨げた。数世紀の間、 州の経済は、内陸の乾いた土地での牛飼育が基盤となった。輸送の牽引に使うため生きたまま中心部へ、送られたり、干し牛肉にされたり、食用になった。ナタールの最も典型的な郷土料理、カルニドソウ、カーニデソルは、もともと干し牛肉で作られた料理だった。20世紀、ナタールは生園、ヒオグランデドノルチ州北部は、 ブラジル国内最大級の産地であると、原油生成、州内陸部は、ブラジル最大の埋蔵量があるの量産業が、発展し恩恵を受けた。ナタールは、急速に発展したが、ブラジルの多種用都市と比較すれば、幾分計画されたやり方だった。発展は緩やかで、公共サービスは、よりよく平等に行き渡り、環境するものではなかった。犯罪率は低い。観光客、 最初は、ブラジル人、さらに近年は、外国人が多いのおかげでナタールは、ブラジルの主要観光地の一つとなっていった。その戦略的な位置から、ナタールは、ブラジル国内で最も西ヨーロッパ、アフリカ大陸、特にセネガルのダカールに近い都市の一つ。第二次世界大戦中には、レインボー作戦の一環として、アメリカ軍のパルナミリム空軍基地が、ナタール郊外に建設された。 この基地は北アフリカで戦う連合国軍支援のために使われた。数千人のアメリカ兵がナタールへ送られ、ナタール文化に足跡を残した。根血、白人、黒人、その他。12以上の白い砂浜、ポンタネグラ、モーほどかれっか、タバチンガタバチンガ、イルカの崖、ピランゲピランジ、レジンハヘディーニャ、ゲニパブジェニパブといった有名な砂丘と、 輸されたラクダなど観光はナタール最大の重要産業であり、ブラジル人、ヨーロッパ人、多くはイタリア、スカンディナビア諸国、スペイン、イギリス、ドイツ、ポルトガル、フランス、アメリカ合衆国から観光客がやってくる。ナタールは石油産業の中心地でもある、ヒオグランデドノルチ州はブラジル第二の石油生産州である。漁業が盛んである。 サメの軟骨は日本への主要輸出品である。またトロピカルフルーツ生産、特にマンゴー、ゴヤは、カシューナッツも盛んである。事実、世界最大のカシューナッツの木が、ナターウ中心部から南にあるピランジ近郊海岸にある。この木は、周囲500メートル、一帯7300平方 M を占め、平均のカシューナッツの木の70倍ある。 市の GDP は70億3881万6000レアルである,である2005年。市の一人当たりの平均年収は9047レアル2005年である。フェスタジュニナ聖ヨハネ祭はポルトガル人によってブラジル北東部に持ち込まれたものでヨーロッパ諸国で真夏を祝う祭りである7月24日の聖ヨハネの日に行われる。 年間の祝祭のうち期限が古く最も人気のあるものである。ヨーロッパ諸国では下死に祝われるが、南半球のブラジルでは冬至の時期になる。祭りは伝統的に7月12日の聖アントニウスの日の夕方に始まり、聖ペトロの日である7月29日に終わる。この15日間、焚き火、花火、そして民族舞踊が通りで行われる。 かつてはもっぱら地元のみのお祭りであったが、今日はブラジル国内で大規模に都市の祝祭として行われている。人々は陽気に行々しく、より良い楽しみと高尚な精神がすべてであり、典型的でありきたりではあるが、農民の真似をして参加する。代表的な飲料と郷土料理が提供される。カーニバルの間、人々は思考を凝らした衣装を着込み、 この場合農民の服装、踊り、角に飲酒し、花火や民族舞踊を楽しむ。同じものがヨーロッパの西ヨハネの日と真夏に行われるが、ブラジルでは焚き火はこれらの祭りの中核にある。灰の水曜日から復活祭までの四純節の4日間がブラジルのカーニバル時期である。金持ちも貧者も思い思いの服装をシトーへ繰り出す。12月。 クリスマスの意味を持つネイトルとカーナバルをかけて作られたお祭り。カーナバルと同じく4日間続けられる。実際にナタールにはカーナバルは存在しないことから始まったお祭り。今はカーナバルよりも多くの観光客が押し寄せる。市内の主要箇所が歩行者天国となりにぎわう。ブギエロ、バギーのライセンスを持つ運転手たちは 中観光局からプロとして承認されており、観光客がツアーにスリルを求めようが求めなかろうが、いつもそのことを尋ねてくる。スリルを求めるならば、10メートルの高さの砂丘から90度にライブする準備をすべきだろう。運搬車は止まる代わりに白い砂の外れの近くまで行き、制限するもののない下り勾配で加速する。有名なツアーは楽しみに満ちているが、アドレナリンが増すことは、 間違いない。ポンタネグラ、プライア・ドゥ・メイをゲニパブから出発している。基本4人に1台だが、少人数でも乗り合いで乗せてくれる。ラクダは馬車のような同じ刺激を求めて導入されたのではないが、所要時間20分ほどで、ラクダの背に乗り砂丘地帯を見学できる。1990年代にスペイン領カナリア諸島から運び込まれたラクダで、 現在では20頭のラクダが飼育されている。ブラジル動物愛護協会から虐待であると2013年にバッシングを受けたが、実際は非常に丁寧に育てられている。ブラジル第二の都市公園とされている。面積1172ヘクタール、数種の植物と動物が保護されている。典型的な大西洋岩森林である。入園料を払えば入ることが可能。 高速道路 BR-101 と BR-304 がナタールとブラジル諸都市をつないでいる。ナタール港は果物、魚介類の冷蔵運搬船に特に引いている。ヨーロッパ主要港、特に B5、ロッテルダム、シーヤネスへの直行便がある。現在、日本のマグロ漁船がブラジル公認として船舶している。ナタールの近隣自治体は、 以下の通りである。北部。東部。西部。南部。ナタールは、住民や訪問者に対した種のスポーツ活動を提供している。スタジアム。ナタールは、2014FIFA ワールドカップブラジル大会における試合開催地である。W 杯ナタールのプログラム。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。